徳島は前節の東京ヴェルディ戦から2人メンバーの変更がありました。キーパーはスアレス、最終ラインは森、石尾、阿部、アンカーに白井が入って、インテリオールに坪井と杉本、2試合ぶりのスタメン杉本です。ウィングバックは右に西野、左に西谷、ツートップは柿谷と、今日は森海斗ではなく棚橋というスタメンでは初のコンビになりました。前節18試合ぶりの出場がありました FC の今日もベンチスタートです。対する甲府です。こちらは前節の群馬戦から3人メンバーの変更がありました。キーパーは川田、最終ライン右から関口、蓮川、満車、小林、ダブルボランチは林田と品田のコンビです。中盤は中央に長谷川元樹、右にジェトゥーリオ、左に竹富を予想します。ワントップはピーター・ウタカです。これを繰り返すことで、ペースを、ね、甲府の方が掴んでいきたいですね。前節の課題を払拭しようというこの子、前半立ち上がり柿谷ヒールで落として棚橋が行く、右の外西野狙ってきた、しかしキーパー川田、ここは見送って枠の外、ゴールキックになります。西山が運ぶ、2人で奪いました。こぼれ球林田が縦に入れて宇高、宇高から長谷川元樹、パス交換、宇高が抜けてきた、旗は上がらない、シュート、左に取れる、わずかに左でした。ただ奪ってからあっという間のフィニッシュ、決定的でしたね。1本目ボールを奪ったところですかね、林田からこの前に宇高に入ったところですね、そのパスが素晴らしかったですね。あとは2人で、完全にスペースを使いましたね。なんとかくぐり抜ける甲府、そしてスペース竹富が受けます。左に開いているのは小林、その小林へクロス来た、竹富、宇高、ジェトゥーリオ、ここはクロスバー直撃、決定的ですね。キーパーからのビルドアップで徳島がしたい攻撃、甲府がしましたよね。後ろからぐんとスピードアップは関口、その関口を使う、トラップのボール大きくなったところ反応しますが、また拾い直して宇高のシュート、中では長谷川元樹が待っていました。まだ残っているジェトゥーリオ、長谷川、宇高、宇高、これも左、迫力ありますよね。さあ当然仕掛ける、中に切り込んだ、このクリアボールを拾って一発で長谷川元樹が宇高に出す、少し時間はかかりましたが、その間に受けて後ろから長谷川元樹抜けてきた、宇高打ってきた、しかしビッグセーブスアレス、この強烈な一発、枠を捉えていました。このボール拾うのは品田、縦に入れて宇高、フリックしてジェトゥーリオ、右サイドのスペースまで持っていきました関口、まだ関口持っている、中に入れて宇高、ワンタッチでジェトゥーリオ、こぼれたボール長谷川、仕留めました。甲府試合時間59分、背番号10番長谷川元樹のゴール、喉から手が出るほど欲しかった先制点を手にしています。素晴らしいですね。常にここも前、スペースをうまく使っているところ、ディフェンスは下がりながらの対応なんで、パスにはできないところですよね。ここも甲府は前向き、ですよね。こうなりますと甲府、得意のパターンに持ち込める先制点ですからね。そうですね、ある程度前半から甲府が引き出す、今度は徳島、坪井のクロス、逆サイド、棚橋、しかしクロスバー叩けなかったですね。宇高が体を当てて、ここは競り勝つ、いやしかしよく前に出ました森光大、縦に刺して杉本、ゴール前、森海斗シュート、ファーストタッチが枠内シュートになりました。しかし川田のファインセーブ、自ら運んで中に出す、後ろから来たシュート狙ってきた林田、長谷川元樹が絡んでいって、あっとこれが倒れて PK になります。
こぼれ球に反応した長谷川元樹のキープ、たまらず倒してしまった森光大のファールになりました。失礼、エウシーニョです。キーパースアレスチームを救えるか。笛が鳴った。冷静に決めていきました。今日2ゴール長谷川。2対0、甲府さらにリードを広げています。得点に絡めば必ず勝ち点3をもたらすという勝利の方程式、今日も成立するでしょうか。ここは左で蹴ります。ゴールに向かう軌道、一番外に阿部がいる。グッと曲げて阿部のいる位置、折り返した。シュートを狙った棚橋、1点は返しました。徳島後半アディショナルタイム、今日プロキャリア2試合目の先発起用の棚橋明人、得点という結果を手にしています。点差は1点に縮まりました。さあ逃げ切るか甲府、追いつくか徳島。キーパー川田パンチング、そのボールの行く末を見て今笛が吹かれました。逃げ切りましたヴァンフォーレ甲府。自動昇格圏内争いに食らいつく勝ち点3。